佐藤さん、もう少し早くやったら全部テーマ合わせたのになと言われて、私も頭をかくしかありませんでした。よろしくお願いします。
争い戦わなければ真の民主主義なんていうものは生まれないという、まあ、そういう意見だったので、今日樋口が来てると思ったら来ないんだやつは人に押し付けて樋口生まれ吉は言うわけじゃない、今の日本の憲法学者はダメだねそうでしょ、今一番大事なことはもちろん県知事選も県民にとっては大事なことだけど、それよりもっと大事なことは日本の国という今存亡を問われている二つ、一つは憲法、特に九条を変えようなどというね、また戦争かとやっぱり問わざるを得ない、思わざるを得ないようなことを政府の中央が、戦争好きの連中の顔を見ると本当にこんなことで国民がほっといたらいかんなというふうに思います。それとこれはもう仙台にだって被害が及んでいる、福島ほどではないけれど、私のふるさとの栗原郡、今は郡でないのか、栗原市の市狭間というところに生まれ育って、小学生から中学卒業するまでそこで戦争中、戦争とそして国がためになりそうな今気配の中でね、そういうことを阻止しないことには、それは私のような国民の一人もそうだけど、特に宮城県の県民の皆さんがのんきになんかしてらんないよ そのことがね、憲法9条を守る、まず、まあ憲法にもいろいろ問題はあるかもしれないけど、よく憲法のことで多くの人が、あれは GHQ に押し付けられた憲法だと、日本人は日本が作った憲法じゃないと、アメリカに押し付けとしてもらった憲法だから変えなければいけないという、そういう論法がもうほとんどの日本の人々の口から出てくるけど、それは間違いです。それは樋口にも確認したことだけどさすが樋口もね、憲法学者の一人だけあってそれは本当に菅原さんの言う通りだと、決して 100% アメリカがくれたものではないとはっきり断定していた。鈴木康三さんという戦前福島の相馬の出身の方でね、東北人です。この人は戦前はどっちかというと思想的な面で、考えてみれば
軍事色の強い中、自由な民主的な思想を持っていたものだから、投獄されて刑務所に入っていた、そういう人です。その人はまあやっぱり南帝の優秀な憲法学者で、その人が中心となって戦争が終わる以前、戦争が終結する以前にもう負け戦は、特に鈴木康信さんのような方はもう知っていただろうと思うんだけど、そういう中でいずれ戦争に敗れて平和が来た時には、日本には新しい憲法が必要だろうということをもう分かっていて、そして今のうちに日本の戦前の帝国憲法じゃない民主的な憲法を考えておかなきゃいけないと、何人だったか数人のそういう同じ志を持つ憲法学者たちが集まって考えた憲法草案が今の憲法の元になっている、土台になっています。でそれを戦後いち早く公にした、それを、まあ、どういう形でか、これは、樋口ですら詳しいことは知らなかった、ただ同じやっぱり考えでありました。そしてそれが GHQ に渡っていった、その鈴木康三さんたちが作った憲法草案、その時にGHQ の中にね、一人非常にこう公平な民主的なマッカーサーの部下の一人だったんだけど、その人が新しい日本の憲法を作るということを命じられて、いろいろその方はその方で憲法の草案を考えていたところに、その鈴木康三さんたちが作った憲法草案が届いてきた。それを読んで非常に、ね、感心したらしいです。これは非常に優れた憲法草案じゃないかと、まず我々がもう一から作るんじゃなくて、この鈴木康三さんたちが作った優れた憲法を土台にして作っていこうじゃないかということになった。そしてもちろん戦勝国は向こうですから、日本は負けた国だからどうにでもなるんだけど、その名前忘れたけど、その GHQ の高官はこれを土台にして直すところは直して日本の新しい憲法にしようじゃないかということを決断して作ったのが今の日本の70年間用いられてきた憲法だそうです。だからそのよく言われる押し付けられた、アメリカから押し付けられた憲法であるというのは党を得ていない、非常にその方はアメリカの軍人だったようだけど、かなりやっぱりね、どの国でも一人や二人はそういう優れた人がいて、敗戦国だからダメだとかっていうことはやめようよというのことで今の憲法が定まったということが真実です。それは間違いないこと。それを今ねあえて変え
変える必要なんかない。特に九条はそのおかげで日本はあれだけ日清戦争、日露戦争、満州事変、支那事変ね、そして最後にはもう散々ひどい目に遭った太平洋戦争、第二次世界大戦に突入して、それこそもう何人死んでると思いますか。政府筋であるとか自衛隊であるとか、そういうところが発表しているのは、軍人は200人から250人命を落としていると言いますけど、そうじゃない、やっぱりあの心ある日本のそういうことに研究心を持って調べた人の説ですが、私はまだその頃小学生で、憲法がどうなのかそんなことは、考えも知りもしなかったけど、400万から600万の間の日本人が、まあ、アジアへユートピアがあるから国を離れて移住しなさい、移住しようよというようなことで、連れて行かれた。それから満州青少年会だけだなんていう、これも欺瞞に満ちた子供たちを騙して連れて行ったら、これも何十万人という、あの東映で映画撮っていた頃ね、塩路亮という俳優が、怪優ですけどね、すごい顔したね、心は本当に優しい人だったけど、顔を見るとね、タジタジとみんな10歩ぐらい下がるよ。その人はね、あの一緒に仕事をしていっぱい飲んだけど、なんかね、おい俺は満州開拓団、開拓青少年団で連れて行かれて、満州の荒野でこき使われたんだなんて話をねしてくれて、今はもう亡くなられて、今振り返るとね、懐かしい俳優仲間の一人なんだけど、あのそういうような歴史をやっぱり皆さんね、あの誰かに言われたからこうだっていうんじゃなくて、自分自身で調べて、そういう資料は探せばね、必ず出てきます。私だって別に誰から教わってあれしたんじゃなくて、そういうことを聞いたもんだから、鈴木康夫さんというのが自由民権にも、自由民権運動にも非常にあの携わって力をくれた一人でもあるんだけど、あのそういう人が日本にあったんですよ。だからあの風評とか人に聞いたからじゃなく、皆さんもね、一つそういうことの中から真実を見つけてください。今度の選挙も同じね、今の知事が本当にいいのか悪いのか、これは好きとか嫌いじゃない、知事というのは少しぐらいね、態度が太い人であろうが、独創癖のある人であろうがね、真実本当に心から宮城県を良くしようという人であればね、人がいいだけだと知事なんか務まらない。
俺も若かったらね。10年若かったら本当に困ってんならおい出てみるからな。考えてみたら、いくら考えても自分が知事の職なんかにはとても慣れそうもないし、今度立派なこの佐藤さんがやってくれるっていうんだから、ただ佐藤さんにも後で言おうと思っていたけど、勝ち負けじゃないんですよ、こういう戦いという時の運もあれば、ね、一般の県民の皆さんなんていうのはどっかでいい加減なとこもあるし、真実を探求しようなんていうことよりは、あの人なんか可愛らしい顔してるわとか、ね、言ってることと行ってることが全然トンチンカンでもいいわというようなね、本当に人気投票みたいなことがやっぱり知事選とか市長選とか第二子たちの選挙になって出てくるわけで、本来ならそういうことに惑わされずに、本当に自分たちの町を、自分たちの宮城県を生き生きとした日本の47ですかある県の中で一番の優れた素晴らしい町にしてくれるような人を選ぼうと真剣に考えてくれたら、あの人は選ばないんじゃないかな。だから勝負はね、いつもそうだけど、選挙だけじゃない、どんな勝負でも人生で行われる競争とか戦いっていうのは時の運だからそういう意味でね、立派な業績があろうが、むしろ過剰に宣伝した人が勝ちみたいな、そういうところがあります。だから勝ち負けよりは本当に自分が真実の戦いをしたのかしないのか、するのかしないのかで、そして始まる前からこんなことを言ったらまたいかんのだけど、仮に負けるとしてもいいですか、負けるとしてもね、次へつながるような負け方をしてる。これはどういうことかというと、計算とかそういうことをしない、本当にこの県をこの町を良くしようと、少しでも優れたふるさとにしようと、町にしようと、そういうことが基本にあって、それに邁進しなきゃダメ、おのずとそういう中から開けてくるものが必ずある。さっきついて加納さんとちょっと話をして、加納さんというのはね、加納さんの兄貴、私の同級生で、今どうしてんのかななんて聞いたら、奥様は亡くなってしまって今せがれと二人きりで暮らしてるってから気の毒だななんて思いながら、考えてみりゃこっちも女房と二人きりで暮らしてる大した変わりがないんで、
そういう戦いから必ずね、見えてくるものがあります。だから本当にね、人と同じやり方はダメよ。やっぱり誰もできない、そういう戦いを見つけて、そして本当にね、命がけなんていう言葉はね、使いたくない。現知事が使ってるから。現知事のあれを見てね、そんなに簡単に命がけなんて言わないでくれよ。ね、命を懸けるということは、生涯に一度か、ね、多くたって二度しかないんで、選挙のために見もしなく県民のために命を懸けるなんて簡単に言わないでほしい。まあ、ただこんなことでもいいんじゃないのかな。今日来たら車で回ってますと。車で回るのはどの候補者もやることでしょう。俺は車じゃなく何で回ろうかと。そのぐらいね、やっぱり新しい発想を見つけてくれないと、同じことをやってたら勝てない。ね、これいい例えじゃないけど、大阪の知事選の時ね、喜劇の玉乳丼みたいなやるのがね、当選しちゃった。結局最後に女の問題で失脚したけど、あれはね、とにかく自転車にたすきがけで乗って大阪中を回った。銭湯にも入ったたすきをかけてパンツ一丁で入っていった。ね、バカみたいな戦いぶりだっけ。そういうものは庶民感覚に受けた。ああ俺たちと同じだよ、あれ銭湯へなんか入ってきて、それでなんか背中流してくれたよ。そういうこともね、一案です。俺は車で回ったって聞いて、だってどこの候補者だって、もう知事選だけじゃない、市長選だってそうだ、やれ第二種の戦いだってそうだ。車をやめてね、歩くなる。いやそのぐらいの本当に気持ちと意気込みでやらなければ、大勢の中で、まあ今回は2人だから、どっちかなんだけど、それでもね、そういうことに打ち勝つためには、人のやらない戦略を考えて、人に聞いたらダメだよ。自分でやっぱり考えて、何がどう宮城県の人々が、あっと注目してくれるんだろう。それは、まあ、私もこれがいいなんていうのは、自分の中には何もない。だけど、過去でそういうふうな形で、自転車でね、車に乗らないで、広い県の中を、自転車で本当に回って勝った人もいるし、だからそういうことで、敵方のやらないやり方を見つけて、やっぱり田中角栄さんという方、私もお会いしたことがあるんだけど、やっぱりなかなかの小学校しか出てない。それがまあ非常にいい面と、それは金
にまみれてしまって、ちょっとまずい点もあったけど、しかし迫力は十分にあって、力もあって、人にアピールする、そういうこう力強い強さもあってね、ああ本当に泣き散らして大総理大臣になったんだけど、この人は町回る時には革靴履いて降りてってもみんな握手して頼むよ頼むよ、俺が師匠になったらいい国になるよってなことで解いて回った。田舎へ行くとね、車の中で革靴を脱いで長靴に履き替えて、そして田んぼや畑へ長靴で、それもわざと汚してね新しい長靴じゃなかったのに泥のついたそういうのを履いてね、いや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 、もうね、日本はこれから良くなるぞ、俺が首相になったらいい国になるぞみんなというのことで、何悠々と当選して、そして非常にいい仕事をされたところが、やっぱりあまりにも金まみれで、あの最後にはね、でもあの人は最後まで、ね、あの悪いことはしなかった。なぜ失脚したかはめられたのか、これはね、中国に行ってアメリカの許可を得ないで、アメリカの認可を得ないで、日中国交復活をねやってしまった、中国本来と。これがねアメリカのね、なんだろう、怒りに触れてしまったんだね。日本というのはね、皆さんね、嘘でも誠でもないじゃないか。とにかくアメリカの今は属国になり果ててしまった、これは間違いないよ。何事もアメリカの許可と認可を得て、ある外務省の高官が対して、まあ反旗じゃないけど意見もね、それは違うんじゃないでしょうか、これこれこう、 こうしなきゃいけないんでしょうかと、かなり強硬に言ったら、途端にアメリカの相手から君は、日本はいつから独立国になったのかこれは真実、これはもう本当の話でね、途端にその外務省の高官がピタッと口を閉ざして、もう一言も何も答えなくなった。それだけね、あのだからお前生意気だなそういうバカなことは言わない、いつ独立したんですかってそういうこう一番ね、いやらしいね、やり方をいつもアメリカはやってくる。だからそのあたりは今の日本の皆さんももう気がついてるでしょう。何をやってもどっかでぐっとアメリカに押し戻されてしまう。何かちょっと気の利いたことを日本の政治家とか外交官はふっと前に出ていくと、今のような穏やかな口調でポンッ
と言われると、それでもうヘナヘナヘナってこうなってしまう。それはね、ほとんどの政治家、ほとんどの知事も市長も、ほとんど日本人みんなどうして中国とか韓国とかで、そういう点はもう遠慮せずに、叩かれようが、そういうことを言われようが、自分の信念に基づいて発言して食ってかかって、外交とか政治というのはそういうもんでしょう。全てが全てなあなあで、ね、相手の顔色を伺いながらやるんじゃ、政治でもなければ外交でもない。そういうこう、何なんだろうね、日本人のこう持ってるある弱さというのか、沖縄の問題が今ちょっと遠いことになってしまって、誰もあんまり言わなくなったけど、沖縄の辺野古の問題は未だにずっとくすぶり続けている。私は沖縄行くとね、いつも辺野古へ辺野古と二人でふらっと行って、あそこのお助け小屋というか、何人かの聞いたんだけど、80歳を過ぎたおばあちゃん、90を超えたおじいちゃん、そういう方がもう60年も70年もそこに居座って戦ってるんだ。そういう話を聞くとね、日本人はなんかこう、そういう粘り腰というか、強い意志というか、そういうものに欠けてますね。そういう自分だっていつもそう思ってる。なかなかそんな30年もより40年も50年も一つことに粘り強くこう関わっていくっていうのは、日本人に一番弱点、すぐ忘れてしまう。瞬間湯沸かしみたいにカーッとなるけど、なかなか持続させることができない。でもこれからね、そのことを皆さんね、学びましょうよ。一つことでもいいから、二つことでもいいから、やっぱり一度や二度や三度でくじけないで、同じことをね、ずっと言い続ける、粘り強く反対する、いいことには賛成する、誰が何と言おうと、そういう信念のようなものをやっぱりこれからの日本人は学び取らないと、このままいったらヘナヘナヘナになって、ヘタヘタとなって、日本は農業だってそうだ、ね、農業というのは、今私はもう俳優なんかやめて農業に、農業というのはね、苦しい、それでははっきり言えば儲からない、だけど一生懸命やってるとね、こんなこう素晴らしい仕事というのはない。雨が降っても、雨の中でもうちの若い連中は本当にジャンバー着てびしょびしょになって仕事してる。天気のいい時はこんな気持ちのいいことはない。それでできる作物は
やり直さないと、もう死にかけてる。あの農薬、化学肥料、今の日本は私は断定してるんだけど、麻薬と一緒で化学病気、化学中毒に日本全体にはなってしまってる。コンピューターでしょう、携帯でしょう、マッキントッシュだかカッキントッシュだか知らないけどね、指でこんなことしたら全てが出てくる。こんな簡単なことでね、やっぱり努力する。農業っていうのはどの土を作って、天気がいい時に種をまいて、そして水をやって、そしてこのぐらいに芽が出てからさ、1ヶ月も2ヶ月も3ヶ月もじっと待って、コツ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 と育てていく、そういう作業です。なんかあのガーッとなんかあの若い子は特にあの車ビンビン通るとこ携帯持ってね、あら何子さんあのねとかなんとか言いながら歩いてる、それはもうバカになるだけだよね努力しないんだ、ものを考えないんだ、辞書を引いてこの言葉このことは何なんだろうと調べないんだ。こうやってればこうやってれば全部答えが出てくる。そんなことでね、よしとして満足してたらダメだね。やっぱりなぜ芽が出ないんだろう、なぜ出てもすぐ枯れてしまったんだろう、そういうことに出会うたびに、さあ人に聞いたり自分で辞書を引いたりいろんな書物を読んだりして、そういうものに対処して、やっぱり子供を育てるのと一緒なんだよね。そういうことを今放棄してしまって、麻薬中毒って言ったけど、これはね事実ですよ。途中は抜かすけど1963年から昭和38年か、日本の農業はアメリカから、アメリカが日本に好意を持って農薬や化学肥料を送ってくれてはいない、余った農薬やアメリカの商売のため、金儲けのため、どん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 作って、それはね米でもそうでしょう、いろんなものがそう、牛でもそうでしょう。農薬は日本が一番で扱いやすいだそうです。アメリカからすると韓国も逆らう、中国なんか言うことを聞かない、でアジアの諸国はみんな独自の考えと独自の主張を持っている。日本だけです、自らの主張を持たずに人様に言われたこと、人様に押し付けられたことをいいダクダクと受けるのは、それでその農薬を使いなさいと大量にドーンと送りつけてきた。それをさあ誰なんだろうね、はっきり言うと差し支えもあるかもしれない、政治家、当時だから自民党から
それから農協かな、もう何も抵抗なしに受け入れて百姓に押し付けてきた。まあ そこまでならいいや。まあ農薬も使うと虫も湧かない、それから雑草も生えなくなる。だけどそんなものを小さな子供に赤ん坊に食べさせたら大変だよ。アトピーである、アトピー程度ならいいけど頭にまで影響を与えるそうですから、医者に言わせると、なんとね、アメリカの使ってきた農薬を使ってきた量の7倍、ヨーロッパの6倍の農薬をザブ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 と、その昭和38年からずっと日本は使い続けてきた。知らなかったでしょ、ね、まあ農薬だってちょっぴりならいいやなんてみんな百姓はやってきた。まあ それから抗生物質、これはまあ私もそうだし皆さんも、医者行ったら頭痛い、風邪ひいた、お腹痛いと必ず抗生物質を出してくれる、何個でも出してくれる。子供にも、あ、これはいい、熱が下がりますから使いなさい。ドイツの4倍じゃない、40倍の抗生物質を日本は使ってきた。そうすると医者は40倍使ったのかな、皆さん思う。そうじゃない。魚の養殖、いいですか。魚のみならず、いろんなものの養殖とか、今だって日本で自然に取ったものとか食べてないよ、ほとんど全部魚も、まあ、果物もみんなそういう薬、化学、そういうもので賄われてて使われていて、こんな怖いことはない。それを我々平気で使ってきた。今私も、ね、偉そうなこと言ってるけど、ついこの間までそれを知らないで、ね、農薬こそ使わなかった。もう最初から農業やるときからもううちは無農薬で行こうと、有機栽培で行こうと、もうこれは決心したから。うちの若い子は知らないから、あの親父さん、これ虫が、油虫がものすごい出てるから、これは農薬ちょっと使ってもいいでしょうなんて言ってくる。だから一切使わせない。やっと4年経ってそれが効力を発揮してきた。強い力強い野菜ができてくるようになった。おいしい野菜は子供たちに食べろ食べろと言っても身になるだけで得にはならないものができるようになった。そういうね、知らないでいるということが一番恐ろしい。知ってしまうとね、もうゾッとするようなことがいっぱいある。それが今はあらゆる分野で化学、農薬も化学です、で化学肥料も化学です、それからコンピューターも携帯も、それこそなんかあのこんなことで広がってるのも化学です。だから化学中毒に日本はなっている。このままいったら本当にね、恐ろしい。皆さん、なるべく化学を使わない、自然の、さっきあの吉尾さんが言ってた、ね、自然のもの、環境の中にあるもの、木や草や水や土や、そういうもので暮らしていく。あの選挙戦から離れてしまったいやでもね、これも非常に大事なね、知事がこういうこと知って、
らないと。父になってね、あれは放射能が降ってくるから化学使って除草しようなっていうことになったら、やっぱ同じことだから、やっぱりそういうものを使わないでどうやって放射能を除いていくのか。で、そんなことより、要するに原発はやめようよ。あのね、独り善がりだった頑固者の小泉元首相です。原発反対言い出した。嬉しかったね。これあれで小泉さん見直しちゃった。本当にいや、いいことに転ずるってことはね、いかにもなんか方針変えるみたいだけど、そんなことない。悪いと思ったらやめる、いいと思ったら取り上げる。これはもう素直にそうしないとね。一旦俺はもう大賛成して作らせたもんだから、反対は言いにくいな、じゃダメなんだ、ああいうふうにズバッと言ってくれると気持ちがいい。一つそういう意味で言うと、今度の選挙も怖いものなんかないんだから。外の男がね、物が怖いじゃ知事なんかやってらんない。それとやっぱりそういうトップに立って、ね、何十万という県民を率いていくには、やっぱり冒険もしなきゃいけない。思い切った人に何と言われようと信念を貫き通していくということが一番大事。それを押しなかったら俺もうすぐ下ろしちゃうよ。これは冗談だけど、本当にね、今まで私は中学、戦後すぐに中学を出て一高に入ってね、それからもうすぐに東京へ出て、金がないからルンペンみたいな生活ばっかりやってたけど、まあ運よくね、ヤクザ映画なんかに、ね、まああれはけどね、俺好きでやったことだ。サラリーマンやったってつまんないあんなもの、ね、やっぱりああいうドラマチックなね、人の反対を受けるような、そういう方がねやってて面白い。中にはね悪いのもいるよ。だけど片りの人間だって悪いのはいるんだから、ね、今はむしろそっちの方が多いかもしれない。やっぱりその問題をいつも思うんだよね。やっぱりどんな人間にも人権というのはある。ルンペンやってたって人権はある。でだからそういう基本というのはやっぱり憲法が定めてるでしょう。どんな人間も等しく人権があるという、それを皆さんは尊重しなきゃいけないということは明示してあるじゃない、憲法に。それを今無視して、なんか身分の高い人で、ね、そういう人は保護して、お金のない人、弱い人、そういう人はこう排除してしまうという、そういうなんか流れが出始めてる。それを超えて今だからさ、一番最初に言ったように、ひょっとしたら戦争大好きな人がいるんじゃないのかなと。こんな恐ろしいことはね、戦争で俺はもう今でも世界中が何十人何百人と、今立ちが悪いのは
無人飛行機で、この間もつい今日記者の中でニュースがこう映ってたけど、500人とかアフガンとパキスタンの無人飛行で爆撃して5、600人の人間が死んだ、そんな理不尽なことをね、やっぱり今我々日本人というのも許してきてはいけないと思う、うん、そういうのを例えば外国のことであってもやっぱり人間としては声を出さなければいけない、まして自分の国の地元のこと、特に東北のこと、原発何も治ってないでしょう、復興なんか何もしてないじゃない、ね、やっぱりそのことをやっぱり声を出そうよ、いいですか、率先して率先して、あの樋口に言っとくからあなたの大学の先生に言っとくからでもあいつもけしからんな、こういう時に来ないなんて、あれがさ、あのワインが好きでね、樋口が俺一緒に飯食おうよって言って、ワインをね、カッポン1本ぐらい飲んじゃう、今度はワイン飲ませるのやめとこうまあということでね、まあこれは果たして佐藤さんの応援になったかどうかは本当に心もとないけど、まあでも半分冗談を言いながら、彼は現地と同じ命がけじゃなく真実の命がけで戦ってください。あのね、仮に今回もう拮抗して3秒3台で負けてもねとにかく県民の皆さんに、あいつは頑張ったな、死に物狂いで選挙戦を戦ったなっていう、そういうものを見せれば、次に必ず勝つ、それはね選挙戦の歴史の問題になってます。だからいくつなの今65、まあなんだ俺より二回りぐらい若い俺80だから、まだまだ1回や2回ね、始めた以上は粘り強くとか、一度失敗したらもうやめたなんてことだろう、それは許さないよ